ハーバート・ローフォードはイングランド・ウェストミンスター・ベイズ・ウォーター出身の男子テニス選手。1887年のウィンブルドン選手権男子シングルス優勝者である。彼はトップスピンをかけたフォアハンドストロークを編み出したことでも知られ、そのショットは彼の名前をとってローフォード・ストロークと呼ばれた。右利きの選手。世界最古のテニストーナメントであるウィンブルドン選手権は 1877年に第1回大会が始まった。第2回大会以後はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。ローフォードは第2回大会の1878年から出場を始め、初参加時は準決勝でロバート・アースキンに敗れた。第4回大会の1880年、ローフォードは初めてチャレンジラウンドを制覇し、 大会前年優勝者、ジョン・ハートリーへの挑戦権を得たが、オールカマーズファイナルで、ハートリーに3から6、2から6、6から2、3から6で敗れた。1884年から1886年まで、ローホードは3年連続で、ウィリアム連勝と決勝対決をしたが、いずれも連勝に敗れて、準優勝になった。 連勝は1881年から1886年までウィンブルドン男子シングルス6連覇を達成したが、ローフォードはなかなか記録阻止に手が届かなかった。1887年、ウィリアム連勝はテニス中のためウィンブルドン大会に出場せず、ここで自動的に連覇記録が止まる。オールカマーズファイナル方式の場合、 自動的に決勝に出場できる前年優勝者が出場しなかった場合はチャレンジラウンド決勝の結果を優勝記録表に記載する。1887年のチャレンジラウンド決勝進出者はウィリアムの双子の兄であるアーネスト連勝とローフォードであった。ローフォードはアーネストに1から6、6から3、3から6、6から4、6から4のフルセットで勝ち。 10年連続出場で、ようやく、ウィンブルドン初優勝を成し遂げた。この時、ローフォードは36歳を迎えていた。しかし、1888年のオールカマーズファイナルで、ローフォードはアーネストに3から6、5から7、0から6のストレートで完敗し、大会2連覇を逃した。ローフォードは1890年のチャレンジラウンド2回戦敗退を、最後に、 ウィンブルドン選手権から引退した。ウィンブルドン選手権の男子ダブルスは、1879年から1883年まで、オックスフォードで開催され、1884年から男子シングルスと同じ、オールイングランドローンテニスクローケークラブで行われるようになった。ローフォードは、オックスフォード開催の男子ダブルスで、第一回大会の1879年に、 ロバート・アースキンと組んだ優勝がある。1880年の男子シングルスでは、ローフォードはイール・ボックと共に81本モノラリーを続けたこともあった。ウィンブルドン選手権の黎明期を築いたハーバート・ローフォードは74歳を迎える1ヶ月前の1925年4月20日にスコットランドで亡くなった。ありがとうございます。